ジェイコブ・ビグロー・ジェイコブ・ビゲローは、アメリカ合衆国の医師、植物学者である。アメリカの薬用植物などの著者として知られる。マサチューセッツ州のサドベリーで生まれた。ハーバード大学を1806年に卒業し、ペンシルベニア学校で学んだ。植物学者のベンジャミン・スミス・バートンにも学んだ。1810年から医師として、ボストンで働き、植物学者として知られるようになり、 ヨーロッパの植物学者、ジェームズ・エドワード・スミス、シュレーダー、オーギュスタン・ピラミュード・カンドールらと交流した。1812年にアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。1820年にアメリカ薬局法を編集した5人のうちの1人である。1817年から出版されたアメリカの薬用植物はアメリカで最初の多色釣りの植物図鑑で、 ビゲローは独自のアクアチント技法を使用した。その他の植物学の著書に、ボストンの植物がある。1815年から1855年まで、ハーバード大学の薬用植物学の教授を務め、1816年から1827年まで、ランフォード教授職に就いた。講義録に Elements of Technology a useful, arts considered in connection with the applications of, サイエンスなどがある。アメリカ最初の公園墓地の設立に関わり、1825年にボストン郊外のマウントオーバン墓地を設計し、公園墓地のモデルとなった。長くマサチューセッツ医学会の会長を務め、1847年から1863年の間、アメリカ芸術科学アカデミーの会長を務めた。科学技術発展によるユートピアを描いたエラーの 信奉者であり、当時行われていた、射血、下剤や水菌製剤の摂取などの過激な治療を多用する、ヒロイックメディシンの効果に回帰的な主張を行った一人で、ある。ビグローは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジェイコブ・ビゲローを示すのに使われる、アーティケル・テクノロージー・インデアンシークロピデ,ィデール・アゴーラ。ありがとうございます。